平松祐一は日本のシステムエンジニア。IC カード発明者有村国公と出会い、日本での IC カード市場開発や環境整備などを進めた。日本 IC カードシステム利用促進協議会代表理事、日本資金決済業協会副会長等を歴任。北海道生まれ。1962年東京理科大学理学部数学科卒業後、 ファコム201でプログラミングに興味を持ったことから、沖電機工業に入社し、コンピュータ部門へ配属された。システムエンジニアとして、金融システムの開発などを担った。1980年に IC カード発明者の有村国工と出会い、1990年からは IC カード市場の開発等の新規事業を進めた。2000年には、 電子商取引安全技術研究組合を設立。2009年から日本 IC カードシステム利用促進協議会代表理事を務め、2013年からは改組により協議会代表者となった。電子商取引安全技術研究所取締役会長、電子商取引安全技術研究組合理事長、日本資金決済医療協会副会長、 日本セキュリティマネジメント学会幹事なども歴任した情報化月間推進会議平成14年度情報化月間表彰2014年第10回情報セキュリティ文化賞受賞ありがとうございます